はい、そういうことでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日のギターこちらです、ね、ギブソンの J45 です、ね、待ってた人も多いと思います。当店でも、ね、人気のギター。2006年製です、ネックストレートですし、フレットもほとんど減りがない、ね、あんまり実は弾かれてなかったんじゃないかというギターなんですけども、ただね、細かい、例えば塗装面のね、クラックですけど、塗装の割れというかね、細かい傷というか、こういうのは若干ありますね。あとこれね、分かるかな、画面で。このバインディングなんですけど、蛍光イエローのように見えるんですよ。で、僕の知り限りギブソンで純正でこんなのないので、もしかしたら特注なのか、あるいは日本に入ってきてから一回これ剥いでね、塗装を、ここのところ、こことね、サウンドホールのとこと、バインディング後ろ表、この蛍光イエロー風に塗装して、そのまた上から、クリア吹いたのか、ちょっとわからないですけど、もしかしたらそうかもしれない。だとすると、このピックガードが妙にこう波打ってるのを一回剥いで貼り直したからなのかもしれませんね。中もちょっとね、塗装がこうなんかこう飛んだ感じのね、あの雰囲気が若干あるんですよ。ですから、もしかしたら日本若干のそういう処理をしたのかもしれないですね。若干のこの辺にダコンとかねありますけど、はい、まあ、全体それ以外はね、実は綺麗なんだよね。あんまり傷とかないんですよ。裏なんかすごい綺麗なんだよね。さあ、じゃあ問題は音ですよね。ちょっと聞いてみてください。あ、いいじゃない、ほら、ほらこの辺ね、サウンドホールの真上から、ほら、今度は柔らかいピックでシャリーンと押してみようこれ。お、ピックで音結構変わりますもんね。これ結構薄いやつ、次はね、ハードピックでやるとまた違うんですよ。そうか、ね、ギブソンらしいっちゃギブソンらしい、ギブソンの2006年製 J45、 ただし若干このバインディングをね、どうも、変えたみたいな、ね、ここもちょっと付け方あとありますので、思い切って今日思い切った値段出しますよ。この見て、綺麗でしょ、この純正ハードケース付き、ね、これが付いて J45 ですよ、ね、原稿も低いよ、6弦12フレット上で約 2.3 ぐらいだった。すごい低い、弾きやすい。お値段早いもん勝ちですよ。本当にすぐ電話かメールくださいね。本当早いもん勝ちなんで、税別で99,800円でお願いします。ギターフロンティアでした。